人生変わる DX モバイルということで、人生変わるですね、Wi-Fi プロジェクトをやっておりまして、そのね、収益で猫も助かるし、自分の人生を変えるためにもですね、使えるいろんな機能が入ったモバイル Wi-Fi で実は作ってまして、今新しい機能をどんどん開発してるんで、ぜひ概要の方から DX モバイルチェックしてみてください。というわけで本日のテーマはですね、結婚するべき相手トップ5ということで、この特徴がある人とは結婚してもいいかもしれないというですね、そんなですね、ちょっと意外な特徴トップ5をご紹介していきたいと思います。で、これ、簡単に言っちゃうとどんな研究かっていうと、オークランド大学がですね、行った研究なんですけど、マインドフルネスの度合いが高い、今目の前にね、起きてることにちゃんと集中できるっていう、このマインドフルネスレベルが高い人って、どうやら恋愛が長続きすると。で、2人の関係もいい関係が続くし、2人でね、トラブルが起きたりとか、喧嘩したりとか、問題が起きた時も、それを切り抜けたりとかしやすいと、いうことが分かってて、もう要するに、結婚して長い付き合いになると、めんどくさい人と結婚したりとか、付き合うと結構やばいわけですよ。仕事とか、家庭とか、いろんなことにマイナスが起きて、それに引っ張られて人生がボロボロになってしまうというのが結構多いので、そうならない、長い間一緒にいても大丈夫な相手を見分けるための方法を今日はオークランド大学の研究などをベースにご紹介していきたいと思います。はい。ぜひね、皆さんもこれにね、全部当てはまる人がいたら、多分その人かもしれないですよ。その付き合うべき、結婚すべき相手は。はい。ということで、本日のワインはオリビア・アインシュタインさんの2020年、クロドラ・ロッシュと、シャルビシャンベルト飲み比べをやっていきたいと思います。乾杯。では、やっていきましょう。はい。第5位です。はい。第5位は、初めて聞いた相手の名前もちゃんと覚えているです。はい。さっき言った通り、マインドフルネスレベルっていうのが高ければ高いほど、人はモテるようになるし、特に男性なんかはそうなんですけど、モテるし、しかも、男性も女性もそうなんですけど、恋愛関係が長く続くと、トラブル乗り越えやすいんですよ。だから恋愛関係の喧嘩が、で、仕事のパフォーマンスが落ちたりとか、そのね、二人の関係が悪くなったことによって、日常生活に害が結構あるなって人はですね、マインドフルネスレベルが高い人を選べば、うまくいくわけなんですよ。で、そんな人の特徴の一つが、初めて聞いた相手の名前も覚えているです。これどういうことかっていうと、目の前のことにちゃんと集中すると、相手が、あ、初めまして、なんとかと申しますって言った時に、その名前とか顔とかをしっかり興味を持って集中して見てるんですよ。だから時々でもありませんか？ぼんやりなんか話してて名刺とか受け取ってたら、あれ？この人の名前何だったっけ？ってなることありません？今名刺もらったばっかなのに何だっけ？ってもう一回名刺見ちゃうみたいな。そう。そういうふうに人と対峙するときに心ここにあらずになっちゃう人って結構多いんですよ、今は。でも、マインドフルネスレベルが高い人ってそれが起きないんですね。だから初めて聞いた相手の名前もちゃんと覚えてるっていう人は結構他人にも興味を持つし、観察してくれる可能性が高いので、恋人とかには向いてると言えるわけなんですね。というわけで第5位が、初めて聞いた相手の名前を覚えているでした。で、続いて、結婚すべき人の特徴、第4位。第4位はですね、目の前のことに集中するのが苦ではない、むしろ得意だ、というタイプの人。もうこういう人と結婚するのは、マインドフルネスレベルが高い証拠になりますので、結構悪くないと。要するに、現実逃避しちゃダメなんですよ、恋愛関係って。言いたいこともちゃんと言えて、二人の間で起きている問題っていうのは、つどつど解決していかなくちゃいけないんだけど、やっぱそのためには目の前のことに一定時間集中するっていう、その集中力も必要だし、そして目の前で起きている問題と向き合うこと、しばらくそれについて考えることが苦ではないということはすごく重要になってきます。じゃないと、時間が解決してくれるのに任せたりとか、二人の間の気まずい問題だけ喋らみたいなことが起きると、必ずこれいつか爆発しますんで、だからその目の前のことにちゃんと集中する力がある人っていうのは、そういう意味で言うと問題とも向き合ってくれやすいので、おすすめですよということで、やっぱ集中力ある人は付き合っていいですよって話でした。第4位でした。で、続いていきましょう。第3位。はい。第3位、結婚すべき人の特徴は、同時に2つのことをするのが苦手な人です。これだけ聞くと、なんかすげえ不器用な人と結婚しろってことですかと思う方いると思うんですけど、そもそも人間ってね、同時に2つのことをするのは苦手なんですよ。できているように見えて、一個ずつちゃんと終わらせた方が早く終わるのに、なんか二つも三つも同時にね、マルチタスクで仕事をやって、仕事ができてる気分になってる奴らっているわけなんですね。まあ、実際にね、その仕事ができるできない人の特徴の一つに、シングルタスク、マルチタスクってのがあって、仕事ができる人ほどシングルタスク、一個のことに集中して終わらせていく。一つ一つ終わらせていくっていうのが一番やっぱり人間って効率よくできてるんですよ。だから、むしろちゃんとそれを理解していて、同時に二つのことをできなくて、一個のことだけやると集中して終わらせるということを持ってる人っていうのは、マインドフルネスレベルが高いわけなんですよ。ね、やっぱりその同時にね、2つのことするのが苦手ってなるとどうなるかっていうと、片手間に作業とかをしなくなるのね。だから恋愛関係とか家庭環境とかで問題が起きた時にも、家庭で起きてる問題のことを会話しながらスマホいじったりとか他のことを考えてると、やっぱりわかるじゃないですか。女性から見たら、男が他のこと考えてるな、ちゃんと聞いてんのみたいな風になって喧嘩したりとかしますよね。それが起きないので、結構この1個のことに集中する癖がついてる人っていうのは、本当にね、パートナーとしては向いてます。マインドフルネスレベルが高いので。では続いていきましょう。第2位。で、第2位が、結果を急がず、過程を楽しめる人
です。はい。やっぱりね、今の人たちってどんどんせっかちになってってるんで、特にマインドフルネスレベルが低いと、もう結果をいかに早く出すかみたいな問題になってくるんですよ。ところが、恋愛関係の場合っていうのは結果が出るまで非常に時間がかかります。夫婦関係の場合はそうですよね。子供が、いい感じに育つのか育たないのかなんて30年とかかかるわけですよ。子供が育つのにね。もうある程度ちゃんと生きていける大人になるのに2、30年かかるわけですよ。そういう時って、やっぱり結果を急いじゃうと、ね、全然報われない感じしかなくなってきちゃって、長期的な関係には向かなくなっちゃうんですね。だからちゃんと家庭を楽しめる、長期的な関係を楽しめるかどうかってことをチェックしておくってのもポイントですね。うん。だから結果よりも家庭を楽しむ、工夫して楽しむとか、どっかの、じゃあ旅行とかに行った時に、じゃあこの A っていう場所に向かおうと思って、レンタカーとかに車に乗るんだけど、直行で A 行くんじゃなくて、ちょっと途中にこういうお店もあるしさ、ちょっと寄ってみりゃいいとか、あそこなんか面白そうなのちょっと寄ってみようよ、みたいな風に、結果が全てじゃなくて、家庭に見つけてチャンスも拾ってくってことができるの柔軟性が高くて、二人の関係もですね、悪くなりづらいので、これも素晴らしい特徴ですよね。家庭を楽しめる人と結婚するのがおすすめですと。はい。では最後、堂々第1位。第1位は、これはまさにマインドフルネスレベルが高いと起きる内容なんですけど、過去を悔やんだりとか、未来のことを無駄に心配する時間が少ないです。はい。もうこれはやっぱりパートナーとか、まあ恋愛関係とかになった相手のについても見てほしいんですけど、今この瞬間、目の前のことに集中できる、注意を向けられるってすごく重要な特性なんですよ。今は楽しむためにも、人間関係を良くするためにも重要なんですね。人間関係って今この瞬間目の前にしかないもんだから、過去とか未来の人間関係とかまだ存在しないかもう存在しないかどっちかなんで考える意味がないんですよ。ところが過去を悔やんだり未来のことを不安がっちゃう人っていて、こうするとどうなるかっていうと今がおろそかになるんですね。今がおろそかになるとどうなるかっていうと、いつかその今は悔しい過去になるし、ね、今のことに一生懸命になっちゃって、未来のことを考えませんとかってなっちゃうと、結局どうなるかっていうとですね、無計画の人間になったりとかするので、やっぱり今この瞬間に集中するってことができるのが大事で、過去を無駄に悔やんだりとか、未来のことを不安に思って、それに余計な時間を使うっていう癖がない人と結婚すると、まあ、建設的に今も楽しめるので、いい関係になれますよというお話でした。ぜひですね、過去を悔やんだり、未来のことを無駄に不安があったりする人ではない人とお付き合いすることをお勧めいたします。はい。と言ったんですが、やっぱり人間なんで不安になっちゃったりとかね、結果を急ぐことがあったりとか、同時に二つのことが言いたくなっちゃったりとかね、過去を悔やんだりすることもあるでしょうと。ね、なんなら自分がそういう性格ですと。もう自分はオワコンですかと思う方いると思うんですが、ご安心ください。さっきも言った通り、マインドフルネスレベルを上げればいいだけなんで、瞑想とかを使うことによってですね、簡単に鍛えることは、できます。で、鍛え方に関しては、この動画の概要欄、コメントの方から見れるようになってます。本日の、おすすめの動画は、人生変わる瞑想入門2.0ということで、瞑想がもたらすですね、科学的に指摘されている31の効果を具体的に紹介します。で、具体的に瞑想のやり方も解説してます。こうすると、こんな効果もあるんだ、あんな効果もあるんだ、じゃあちょっとやってみようかなって気分になって、あんまり今まで瞑想やらなかった人がですね、それを習慣化とかしてくれて、で結果的にですね、その性格が良くなったりとかするんです、瞑想って。で、まあいいね、パートナーができたりとかもするので、内面を磨くっていう意味では瞑想はすごいいいテクニックなんで、ぜひやってみてください。はい。で、マインドフルネスに関してはね、僕の究極のマインドフルネスって方が今 Amazon のオーディブル、の無料体験で聞けるようになってますんで、まあ、これ無料で見たい方、ぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。それでは、今日もありがとうございました。続きは、ぜひですね、概要欄、コメント欄の方から、人生変わる瞑想入門2.0の動画でお会いしましょう。続きは D ラボでお待ちしてます。バイバーイ。